まあもううちなんてだからね、まず知ってもらわないといけないFM 流進度は知ってもらうとこから始めないといけないんですけど、それ以前にね、見てもらう時間を作る以前に露出度を高めないといけない。で結構わかんないっていうか、謎なのが、なんかよくこう僕顔出しした方がいいみたいな話って出てくるじゃないですか。顔出した方がいいよ。でもまあこうやって僕なんかラジオでやってて、そんなにこのずっと話してる人の顔って見たいのかなって思うんですよね。なんか僕はちょっとこう、例えばなんかの言及系やってる人の動画見るときも、なんかずっと顔を自分が見る方の立場になった時の話ですけど、ずっとその人の動画の顔を見続けるのがなんかちょっとこっぱずかしい感じがして見ないんですよね。結局は顔見てないんですよ。だからもうそのイヤホンしてね、他の作業してるんですけど、あとちょっとは話題がまたちょっとずれるんですけど、これ清猫さんがゲストに来ていただいた時の回でも少し話したんですけど、まあ、清猫さんすごく今 YouTube っていうのを研究してて、彼がまあこんなチャンネルの人がいるよっていうことで、いろんな YouTuber さんを僕 に教えてくれたんですよ。こんな人がいるよ、こんな人がいるよみたいな感じでいろんな人を教えてくれたんですね。面白かったのが、ハマさんっていうね、YouTuber さんがいるんですけども、この人今登録者数が8000人とか9000人ぐらいだったと思うんですけど、2013年ぐらいからやってる方なんで、結構もう長めな感じですよね。やってるのが結構淡々とやってる方で、それでいろんな YouTuber さんを紹介するみたいなね、結構ラジオ形式でやってるんですけど、まあ、YouTube 界に起こった出来事とか、まあ例えばすごい面白い、まあこれから伸びそうなチャンネルだとか、面白そうなチャンネルの紹介をしたりとかしてる人なんですけど、結構見てて面白いんですよ。面白い、何が面白いかっていうと、この人全然まだ登録者数がそんなにいないけど、面白いしこれから伸びそうな感じがするみたいな話をすると、その後結構売れてきてる人がいたりして、でそれがねすごい見てて面白いんですよ。なんかこう、やっぱりこう見る目がある人っていうのは、こうなんか半分こう予言みたいな力を持つようになるんだなと思って、すごい面白いです。でその浜さんが紹介した YouTuber さんの中でもう何万人ぐらいまでこう登録者数が増えて、まあ要するに浜さんが紹介したのに浜さんを超えてしまうみたいなね、チャンネル登録者数的に浜さんを超えてしまうみたいな、そんな現象まで起こってて、もう全然あれですよね、こんな話をしても誰が共感するんだっていうようなことなんですけど、全然興味がなかったらゆっくりゆっくりそっとね、そっとページを戻るボタンを押して戻ってください。もともとうちはね、 FM 流進堂は YouTube とか YouTuber に関する話題はあんまり話してこなかったんですよ、あえて。っていうのは、 YouTube やってない人にも聞けるようにっていうことで、なんていうのかな、結構自分としては広い話題で話してきたつもりなんですよ、今までね。ただ、まあ、最近思うことは、 YouTube の話とか YouTuber の話をしてもいいのかなっていうふうに少し思ってきてるんですけれども、まあなんでかっていうと、やっぱり YouTube を見てる人っていうのは YouTube の中全体を見てるわけだから、そのいろいろなチャンネル見に行ったりするわけじゃないですか。でまあ特定の好きなね YouTuber がいたりするわけじゃないですか。
まあ、だからねテレビ普段見てる 人と一緒にテレビの話するのと一緒で、まあ、だから YouTube 見てる以上 YouTuber のことを知ってたりするわけで共通の話題なわけですよね。まあ、だからまあそういう話してもいいのかなっていう感じで、ちょっと自分の中でもね、なんていうんですか、広い心っていうのかな、広い心よくわかんないけど、まあちょっと、まあ以前よりもね、まあちょっと柔軟になってるってことですかね、以前よりも。FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら、高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。